頼むでふよ。一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいでふ。密偵はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ、わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはおっさんだな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいでふう。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふう。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらもの。まずいところを見つかってしもうた。わしが清涼の密偵とバレたか。違うんでふ。悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。ボロボロのざまでまだ吠えるか。まったくムカつくやつじゃて。あなたたち禁術を仕込まれてる。メルキオルの仕業ね。待て、狙いは私でしょ。出たな最下の研修。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。カムイよ、想定のうちよ。やめてください。カムイの危険性を分かっているのですか。愚問よ、これは命の喰い合いだ。殺さなきゃ。ベルベット、ここまでか。
自滅したな。わしの予想通りじゃったの。星稜は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだ。あんたたちはバンエルティア号、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。一人で無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。昔ラフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら誓っても現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を、目を刺されて死なかっただろう。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。行くわよ。敵を押し返しながらクーマたちを探す。こんな時でほが、皆さんにお話がありまふ。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでほ。あなたが星稜に情報を流していたのですか？そうでほ、ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中。怪しい奴は怪しい奴のそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。チッ、やってくれたな。許してくださいデフ。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。ビエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実ゼフ。決死帳にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも星稜は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ？それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ？もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ？エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさい、エレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も星稜にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。
自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるなら、それは断りにかなっている。でもあれほど危険なものを、しかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなく、カムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀人だ。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな、ベルベット。何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがって、ヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。無事のようね。面目ない、逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。怖かった。大丈夫、もうひどいことはさせませんよ。メリザが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って、王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。ロクロ、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセイランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセイランか。使わせてもらうぜ黒金。ついに完成したんだね、オリハルコンのセイラン。おう、この世で一番固い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセイランの一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか、最高の結果となるか、神の溝知るといったところじゃの。神なんて関係ない。切るか切られるか、決めるのはこの腕だ。捕まってなかったわね、王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに。ああ、タイマシたちが話しているのを聞いた。アルトリウス、特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってるわよ。裏の港から脱出する、ついてきて。気をつけん王子殿、グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。分かった。トリウスもカムイを使うのかな。分からん。精霊のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが。自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、タイマシの能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイ、できるものなんでしょうか。いくらあの方でも。あいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く、それが同志アルトリウスよ。ベルベット。けど関係ない、神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。やばいよ副長、敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。
よかったね。みんな助けられた。逃がさんぞ、最下の剣士。レウィック、私に構わずバンエルティアゴを出しなさい。バカ言うな。あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く。さもないと狙撃される。出航しろ。こっちは何とかする。了解。みんな死ぬなよ。無茶言いよる。死ぬんじゃない、殺すな。そうだ。これからどうするの。表の港へ行く。そこには清涼が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。私を利用してくれ王子。安心してくれ、グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。目的は表の港から脱出することだ。忘れるなよ。了解。戦君その位置でも大丈夫なのかな。人質作戦がではないの。うん、それもだけどベルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。ふう、追っては振り切れたようだな。バンエルディア号なら当然さ。まさかそんな、なんてこと。船を戻して。はあ、無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実ならカノヌシはもう。誰もいない。閉めた。このまま港へ抜けるぞ。逃げるのか。アルトリウス様だけじゃなく、しぐれ。ダメだよ。そうだ、ここは彼らと交渉して逃走を。殿下はお下がりを。その者の目的は私を殺すことなのです。その通りよ。引くぞ、これは罠だ。離して、なおさら助けなきゃ。そうはいかん。俺にとってもお前は切り札だ。僕は物じゃない。邪魔するならアイゼンだって倒していく。
カムイじゃ私を止められないわよ。問題ない、切り札は別にある。その太刀オリハルコンか、すげえじゃねえか、初めて見た。おう、最高の太刀だ。素材はそうだな、だがよ、時間だ、さらに死ぬ。やぼ言うな、今日が乗ってきたとこだ。巻き込まれればお前でもただでは済まんぞ。ベルベットの相手はカノヌシがする。久しぶりだねお姉ちゃん。ラフィベルベットの弟、こう来たか。そう、僕はライフセット・クラウ、そして沈めの聖主カノヌシ。嘘、なんでカノヌシが。やるなら覚悟を決めろ、こいつは敵だ。分かってる、こんなの前と同じ幻覚よ、全部食らってやる。重圧砕け。お姉ちゃん、そうやって今まで無理してきたんだね。黙れ、ラフィーの声で喋るな。いいんだよ、苦しみも痛みも僕が終わらせるから。この力、本物の聖主なのか。そう、この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ、力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前にすでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得ればカノヌシは完全覚醒する。死脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ。邪魔しないでよ、弱いくせに。痛い。全部幻だ。痛いよお姉ちゃん。うるさい、黙れ。お姉ちゃんは僕を殺すの？苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて、やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。
にいて欲しかった。なのにあんなことになって敵を撃たなきゃって、あんたのために私は食らって殺して。よかった。ごめんごめんね、ラビー、言いたかったよね。いい、コロコロ傷を治して。でもそいつはライフセットよ、私の弟だよ。でもね、僕は敵討ちなんて望んでないんだ。だってそういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな醜い汚れをね。醜い汚れ。覚醒したカノヌシは全ての業を鎮め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を食らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが。それをやるってことだろう、精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか。大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。ゴーマのいない優しい世界を作る、それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ、お姉ちゃんを食べればね。これはいかん、食われるぞ。待ってよ、私はずっとあんたのためにって、なのにこんなのって。ありがとう。だからこそちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。ラビー、ベルベット邪魔が入ったな。けど体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。